単語ネマラガの基本的なコンパスを叩いてみよう。こんにちは、フラメンコギタリスト池川俊和です。今回はフラメンコの曲種単語デマラガの基本的なコンパスについてご紹介します。フラメンコを語る上で欠かせないのがコンパスという概念です。コンパスというのはフラメンコ特有のリズムパターンのことで、フラメンコの曲の種類すなわち曲種にはそれぞれ一定のコンパスというのがあります。コンパスはそれぞれでたくさんの種類たくさんのバリエーションがあるのですが、今回はその一つをご紹介いたしますので、ぜひ覚えてみてください。単語でマラガはマラガ県の単語という意味で、哀愁漂うメロディーが特徴です。4拍子系の曲種になり、1コンパスは数え方にもよるのですが、4拍または8拍となります。それでは早速、ガロティンの基本的なコンパスを叩いてみましょう。まずはじめは数えながら叩いてみます。その次は手と足だけでコンパスを叩いてみますが、今自分が何拍目を叩いているのかを意識してぜひ叩いてみてください。1、2、3、4、5、6、7、8。単語デマラガはガロティンやティエントなどと同様のリズムを叩くことができます。まずはじめは1拍目にパルマを叩いて、1、2、3、4、4拍目の裏に軽く叩いて、4、5、6、7、8、8の裏、8の地のところで叩いて、1、2というふうに叩きます。いろんなリズムパターンがありますが、これをまず一つのベースとして覚えてみてください。もう一度叩いてみます。1、2、3、4、5、6、7、8。いかがだったでしょうか。他にもまだまだたくさんのコンパス、リズムパターンがあります。まずはこの1コンパスを覚えて、ご自身の歌や踊り、ギターに役に立てていただければ嬉しいです。それでは、これからもパルマを叩いてフラメンコを楽しんでいきましょう。あれい。今回の動画はいかがでしたか。フラメンコの魅力をこれからも多くの人に伝えていきます。最新動画を見逃したくない方は、チャンネル登録をお願いします。チャンネル登録はこちらまで。